こんにちは、ルッチカレー店長です。今日もよろしくお願いします。本日は、PT トリノから、その中でも、一番人気であろうモデルです、トラベラー、以前はトラベラーという名前で、出ていましたけども、この PT トリノになってからトラベルというシリーズになりました。一番の特徴はストレッチですね。このビンビンに伸びるストレッチでも、ジャージとかじゃないので膝が出ちゃったりなんかちょっとだれてしまうってこともなく、反発性のあるしっかりしたストレッチです。それとシワに強い。よく長距離とかね、移動していただくときとか座りじわとかいろいろ気にされる方見ますが、これはもう全然シワにならないです。でさらに、家庭洗濯ができます。僕も数本所有してるんで、実証済みなんですが、そのまま洗濯していただいて乾いたらこの状態です。なんか縮んじゃったりとかシワになったりとか、このセンタークリースですね、この部分の線が消えちゃったりとか、そんなこともなくこのままの状態に復活してくれます。あと一つ、ちょっと僕個人的にいいなと思ってる点、このポケット、これがスマホ用なんですけど、 iPhone にちょうどいいサイズ感なんですよ。綺麗に入って頭がちょっと出るか出ないか、基本スマホがぴったり収まるサイズになっているので、そこが非常にいいです。この下のポケットによるとね、よく横向いちゃったり、もうなんか安定しないので、すごくなんか気持ち悪かったんですけど、ここのポケットはね、個人的に非常に推し部分です。で、シルエット、これはもうスーパースリムフィットです。もうこれが一番綺麗な足長効果が得られるシルエットだと思いますので、スーパースリムフィットで、フロントはノータック、フリーズがない状態です。こちらも履いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、トラベルのスーパースリムフィットのシルエットです。これもフリーズなしでスッキリしてて、もちろんもうすごい伸びます。全くシワにもならず、伸縮性もあって、こんなに細いですけども、すごい楽ちんです。